二二二二二二チャンネルをさあ始まるよ。イエーイ。こんにちは。みんなこんにちは。エミリンクともぞみです。はい、こんにちは。というわけで今日は今食べたいものを全部頼みましたっていう感じで、マックの新作、毎年恒例月見バーガーと、スタバの新作焼き芋のやつと、あとマンゴーフラペチーノとナゲット15ピースとポテトと月見バーガーです。どうしました？15個は僕なんですか？ナゲット好きなんですよ、マジで。ナゲットマジ好きなんですよ。で、ナゲットもなんか限定のゆず七味タルタルソースと、あとバーベキューとマスターと、これ15個だとソース3つ頼めるんでお得感が増しますね。一食さ、はい、今だと何ご飯になるんですか？お昼ご飯ですね。お昼ご飯ですね。今時刻は15時16分ですね。怖いですよね。朝ご飯は食べた？朝ごはんは食べました。今日、今昼ごはん2食目です。すごって言ってる、ちっちゃい声。恐ろしい。今日はですね、久しぶりにこてつが来てます。こてつは、あれです、私のお仕事周りとか手伝ってもらってる、地元の友達兼お仕事してもらってるみたいな。めっちゃ久しぶりですよね。ね、久しぶり。もちろんずっとあのお仕事周り手伝ってもらってるんであれなんですけど、動画に出るのが久しぶりですね。でし、なんかタイミングも結構久しぶりな気がします。確かにそうですね。なんかお盆休み私海外行ってたりとか、うん、いただきます。美味しい。マックのポテトってなんか美味しすぎません？なんかウーバーで頼んだらなんかしなしなのやつのために、ね、あ、たまにあります。しなしな派、サクサク派だったらどっち？もちろんサクサクですよ。たまにしなしなの人いますよね。うん、なんかそれが結構2位みたいな人いますよね。美味しいです。で、今日なんですけど、ポテトちょっと久しぶりになったんで、最近のエミリンチャンネルについて視聴者さんとポテトにいろいろ共有しようかなと思って。言葉を借りて両方に共有してくれます。はい、定期的にやってるんですよ。視聴者さんに最近こういうことあったんですよっていうのを共有するっていう動画を撮ってるんですけど、はい、ご飯も食べながら共有会を一緒にしようと思います。話し合いっていう方がちょっと話しやすいんで。ありがとうございます。はい。私の最近の、ね、まあ、やっぱ一番やっぱ聞かれるのは、彼氏できましたですね。あ、彼氏できました。いや、そうなんですよね。僕もあのこの前の動画いい感じとは聞いてたんで。あれ、付き合ったって言ってなかったでしたっけ？この前の動画見て、マジか。そうなんですよね。びっくり。めっちゃ久しぶりですよね。めっちゃ久しぶり。言っていいですか？はい。楽しいです。めっちゃ楽しい。ね、めっちゃ楽しいです、マジで。いや、あの、他のエミリン裏方スタッフ情報によると、はい、さっきエミリンさん、あの、ちょっと空中に浮いてるって。よくないじゃん。ふわしてるって言ってました。うん、やっぱその私やっぱダメなんですよ。私20歳まで28まで、20歳から28まで恋愛経験がなかったからゼロだったんで、はい、気持ちが18歳ぐらいのまま30歳になっちゃってるから、はい、恋愛したら18歳になっちゃうんですよ。その間のなんか蓄積ない分一気に戻っちゃうんですよね。はい、その。なんか取り返しとかんと損ですからね。そうなんですよ。逆に言うと、20歳から28まで何もないって動画で言ってますけど、本当なんですね、これ。冷静にすごくないですか？いや、すごいっす。一番遊べる時というか、恋愛してる時期じゃないですか、普通の方が。芸人になったからなんですか、やっぱり。そうか。まあ、20歳まで彼氏いたんだけど、芸人の目指す、その事務所入るというきっかけで、自分の夢集中したいから、みたいな感じで、自ら別れてます。そこから YouTuber になって、それを引きずって、28まで。もともとモテるタイプじゃないからそういうのもなかったってのもあるけど、自分でももう今恋愛してる場合じゃないみたいな、うん、今は決めて向かって頑張らなきゃみたいなのが結構強かったんで、マジでなんかこじらせてました、うん、視聴者のコメントもあったかいですよね。めっちゃあったかいですよ。エミリンおめでとうって。なんか優しすぎて何回か泣きそうになりました、コメントのあったかさに。え、だってなんかネットって怖いじゃないですか。怖いですね。なんかそういうの大体祝福してくれなかったりとか、シンプルになんか調子乗んなみたいな、そういうのとかも増えるだろうなってことを覚悟して公表したんですけど、なんか優しすぎて、まあなんかネットっていいなってなってます。よかったっす。そのしっかり彼氏できてもマクドナルド押さえて食ってくれるあたり、はい、だいぶ安心感があります。かっこいい。あ、でもこれ YouTuber の特権だと思うんですけど、はい、もう私全てを YouTube で晒しちゃってるんで、うん、すっぴんももちろん晒してるし、なんかそういうだらしない生活とかもさらしちゃってるから、それを見た上でお付き合いしてくれるっていう人だから、ああ確かに、逆に言うともう隠すことはないみたいな。それ YouTuber の一番のデメリットであり、はい、付き合った際にはメリットだなと思って。確かに、うん、付き合うまでがね大変なんですけど、もう向こうは大体知ってますから。そうですね。
なんかそれこそマック頼む時とかに、一回も一緒にマック食べたことないけど、あ、ナゲットマスタード派だよねって向こう知ってました、動画見てるからでもなんかそこまで見てくれてるって嬉しいですよね。そうなんですよね、結構動画見てくれてるから。あと普通になんか昔さ、なんかこういうことがあってみたいな昔の思い出話とかしたら、あ、それ本に書いてたから知ってるなんか変な感じするんですよ。自分はまだその彼のこと知らないことたくさんあるけど、はいね、彼は結構知ってるっていう、この仕事してるならではの不思議な現象が起こります。もう結構いろんなとこ行ったんですか？あ、そうです、そうです。もう多分この動画が上がる頃には上がってるか上がってないか微妙ですけど、ベトナム行ってるのも動画撮ってるし、うちで韓国行ってるのも動画撮ってるんで。で、今一番行きたいとこってどこですか？一緒にアメリカのディズニー行きたいですね。この間、ウクレナちゃんとガートマンが行ってていいなってなりました英語喋りますし、もう英語喋るのもありがたいですね。最近2年ぶりぐらいにキッチンに立つことが増えました、はい、手料理振る舞うんですか？手料理まではできないんですけど、なんかそのネットとかでレンジだけで簡単に作れるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、クラシルみたいな、あのレベルだったら作れるなと思ってちょっとだけ頑張ってます。最近頑張って作ったやつは何ですか？で、視聴者に逆にこれは簡単だからおすすめだよって。クックドゥの麻婆茄子クックドゥで、ね、クックドゥすごい。あと、あの、なんかなんだっけ、粉、なんか野菜に混ぜるだけみたいなやつ、よくスーパーで売ってる、なんか野菜に粉混ぜるだけでできるよみたいなシリーズです。そんなのあるんですか？あるんですよ。料理っていうのはちょっと本当に料理してる人に申し訳ないから、うん、火を使う火かレンジ、シレンジを使うようになりましたクックドゥさん案件くれないかな。それはもう彼氏さんも喜びはるんですか？ナチ君全然自炊しない人なので、ああ、クックドゥでめちゃくちゃ料理上手だねって褒められますマジクックドゥありがとうクックドゥさんありがとう、本当にありがとうってクックドゥだよって何回も言ってるんですけど、うん、なんかそれ定期的にストーリーであげた方がいいですよ。スマート出してもらおうとしてるいや、そしたらこてつが取ってきてくれると、はい、営業行くと少し取って営業しに行きますなるほど、あげときますわクックドゥのマーボナスマジで美味しいあとなんかありました？付き合ったのはいつなんですか？付き合ったのが7月です。いや結構夏っぽいこと楽しんだんじゃないですか？楽しみましたね。花火とか。花火行きました。そうだ、そう、サムライの入江さんっていう社長さんが船貸し切って横浜のみなとみらいのね、花火大会を見に行くみたいなことをやってて、それちょっと彼氏と一緒にいいですかって言ったら、全然いいよって言ってくれて一緒に行かせてもらって最高の思い出ができました。最高だったんですか？うん、最高すぎた、超良かったです。そういう時なんかファンというか声かけられないですか？あんまり声かからなかったですね。一人でいる時の方が声かけられるかもです。なんかやっぱちょっと気遣ってくれてるのか、後から視聴者さんとかが DM でなんか入れ飲みましたみたいなあ、それもすごい優しいなと思って、あんまりその足立くんといる時にあんまり話しかけられることがなくて、たまにありますけど、まあ、それも嬉しいんですけど、なんか結構気遣ってくださって、後からこっそり DM くれるみたいな方多くて、なんかめっちゃ心温かい気持ちになります。なんかそういう子になんかあげたいですよね。本当にマジでなんかあげたくなっちゃう。自撮りあげたらいいんじゃないですか？ありがとうみたいな。ありがとう。あ、そうしようかな。その人特別にあんただけの一枚だよ。え、でもさ、それ言ったら会ってないのに見ましたってめちゃくちゃそうじゃない自撮りもらうためにやっぱなしで。うん、あとたまに本当に最近あるのが、なんか私に似てる人多いらしいですよ、世の中。へえ。私今あの身長158センチで、はい、日本人の平均身長平均体重が身長は全く同じ158センチ で、はい、で体重が確か56とかなんかだったんですよ、はい、だから多分近いから、あ、このフォルムの人、フォルムが、そう、なんかめっちゃ来ます、なんかそのどこどこで見ましたみたいな、言ってないのに今日ユニバですれ違いましたみたいな、めっちゃ本物お綺麗でしたみたいな、なんか褒められてるんですけど、お綺麗でしたら悲しいですね。そうそうそう、え、どうしようみたいな、私今日一日家にいたみたいなとかが最近ちょっと悲しいあるあるです。その他夏なんかしたんですか？私の夏は本当にいろいろありましたよ。夏って早いですよね、もう9月ですし、うん、あ、でもそれこそノンタイトル出ましたよ、はい、私。あ、そうだ、そう、夢のノンタイトルに出ました。ちょっと時系列ですけど、今日ですよね、2話目。そうだ、2話目今日だ。後編がどうした？めっちゃ美味しいスタバの新作、めっちゃ美味しいです。焼き芋、芋っすよね、芋っす、マジ美味しい。ごめんなさい、今感情がモディに出すぎました。
そう、知らない方に簡単に説明するとノンタイトルっていうヒカルさんと朝倉未来さんがやってる企業番組みたいな感じがあるんですけれども、企業リアリティショーですかね、うん、企業リアリティショーです。はい、なんかそれの番組の案件版みたいな、うん、ちょっと特別版みたいなのに出させていただいて、うん、実際にメンバーとして活動するっていう、だから私初リアリティショーですよ。そう、なんか僕らスタッフがもう、まあ、キャスティング結構困ってて、うん、でもめちゃくちゃ前から見てくれてるじゃないですか、ノンタイトル、うん、大好きノンタイトル、ずっと大ファンって言ってくれてて、はい、もうこれもエミリンさんしかいないよ。嬉しい。マジでノンタイトル面白いっす。結構ガチであれですね、その撮影は缶詰で、3日間缶詰で。本当に私ノンタイトルとりあえず見たことない人は早期に見てほしいんですけど、あんなしんどいんだと思いました、うん、3日間とかで。普段のシーズンそれ数ヶ月やるわけですから、うん、私は結構3日で気が狂いそうだったんで、はぁーみたいな。でもそれが自分の事業じゃないから、はい、責任とか取らなくていい状態じゃないですか。だとしてもしんどかったんで、あとやっぱもうずっとカメラ回されてるから朝から晩まで、なんか一瞬もう本当に意味で気抜けないみたいな。意外とないじゃないですか、人ってその朝から晩までもカメラ撮られ続けること、はい、ないですないです。それが予想以上になんか気疲れみたいな、うん、いっぱいカメラとか大人に囲まれ、もうプライベートの空間がないから逆にっていう中で、なんかそのリアリティショーって結構叩かれやすいじゃないですか。マジで、いやそれはみんなイライラしちゃうし、普段と違う環境で慣れなくてちょっと思ってもないこと言っちゃったりとかするわと思いました。出た瞬間カメラ来るんでしょ。おーそうですよ、撮れたかみたいな感じで、もうカメラさんもさこんな目で撮れたか撮れたかみたいな感じで。だからまあもちろん私もなんかそのスタジオで見させてもらう時とかはまあ面白おかしくしたいからごちゃごちゃ言いますけど、もう言えないですもん。今後リアリティショーに対して、いやここはこうするべきでしょみたいな言えなくなっちゃいますね、あれ自分が体験すると。でも楽しかったです。うん、え、第1話は見ました？見ました、見ました、オンエアで。はい、すごい。どうでした？え、嬉しかったですけど、なんか結構褒めてもらったりとかもコメントとかで言ってもらったりとかしたから、はい、ただ3日間缶詰で何時間ですか？72時間でしょ。それが50何分になるんだっていうのが衝撃でした。これだからスタッフさんも大変だなっていう、そのいろんな意味でね、あそっかみたいな、3日間は1本だし50何分なんだって思ったら、私の普段の YouTube って1時間回したら30分になるんですよ、はい、そうですね、って思ったらすっごい労力だなって。リアリティショーを作ってるスタッフさんへのリスペクトもすごい湧きました。すごい、ヒカルさんってなんかやっぱいいっすね、自由っすね。どういうところがですか？今回の企画もそもそもヒカルさんの無茶ぶりから始まってるんで、エミリー行かせましょう。あいつ行かせたらええやないですか。そうですね、圧倒的に使う側ですもんね。うん、そう。なんか世の中ってそのなんかよく言うじゃないですか、搾取する側とされる側がいるみたいな、はい、もう絶対する側ですもん、ヒカルさん。完璧にそうですね。ね、まあもうヒカルさんに頭上がらないんで何も言えない、マジでマジで、あの馬刺し美味しいとかしか言えない。リザードめっちゃいいとか、馬刺し美味しいしか言えないです、マジで。私できることそれぐらいしかないからさ。え、マジでもさ、ヒカルさんありがとうっていうのは本当に言いたいわ。それで言うとって、ノンタレってよりに出させてもらえたのもヒカルさんだからって思ったら、私今日の動画のタイトルヒカルさんありがとうかもしれない。もともとそのウームやめるときもヒカルさんだったの？そうそうそう。で、私の結構大事なポイントでヒカルさん関わってくるんですよ。ウーム辞めるときに、なんかじゃあフリーランスやってどうしようっていう時とかに、あ、じゃあ俺がのなんか代理店紹介するわみたいな感じで紹介してもらえたりとか、はい、このタイトルもなんかめっちゃ好きですみたいな感じで、はい、その今回スタジオ呼んでもらえたりとかね、うん、だって今年1年間で一番チャンネル登録伸びたの？そうなんですよ、私今年1年間で一番チャンネル登録伸びたのがヒカルさんの家にお泊まりに行ったっていう動画が上がった日なんですよ。あの下着姿のサムネ。あれがもう365日の中で一番あの今年一番伸びた、その再生数が、再生じゃないとチャンネル登録者数が増えた日があれで、第2位がヒカルさんが彼氏オーディションの動画を上げた日なんですよ。自分のチャンネル登録者数が増えた日が、だからチャンネル登録者数もヒカルチャンネルに貢献してもらってて、さらにプライベートの彼氏までヒカルさんに作ってもらうってい う、おんぶに抱っこじゃないですか。え、マジそうなんですよ。収益半分ぐらい渡した方がいいかもしれない。半分かでもちょっとこれ確かに、私今日の動画ヒカルさんありがとうだわ、これタイトル。今からヒカルさんを褒めるターンに行きますね、はい、ヒカルさんすごいです。皆さんすごいですね。どういうところが？なんか言ってることとかやってることが一見、え、それもうめちゃくちゃじゃんとか思う時がたまにあるんですが、でも結局全部成功させるっていう、結果で出すっていう素晴らしさ。なんか一番の成功は彼しか見えてないですよね。うん、そう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 。周りがはあって思ってても、うん、なんかヒカルさんの言う通りに言っちゃえばうまくいっちゃうっていう。そうなんですよね。
だから彼氏オーディションとかもガチでやらせなしでやってて、特になんかそのあんまりヒカルさん決めてなくて、そのじゃあどういう手順でどうするとかも決めてなかったから大丈夫なのかなと思ったけど、なんかその場のノリと勢いで、こういう人はええんちゃんみたいな感じで、普通めっちゃ面白くなってるみたいな。やっぱもうすごい才能だと思います、それは。ただ、もうヒカルさんのあれはもう才能なんで、多分真似しちゃダメだと思います。それは真似できないです。うん、もう天性のものだから悔しいけど、それはもうなんか真似しちゃいけないなと思いますね。なんか一番そのなんか良くないなと思うのはヒカルに憧れててみたいな男の子とかでヒカルさんの真似して破天荒な感じ出してるみたいなのは絶対もうやめた方がいい。もうヒカルさんだから許されてるから。でも結構いますよね。そう、ヒカルさんも良くないと思う。なんかヒカルさんもなんかそういう感じじゃないですか。なんかその例えばなんか遅刻するのが、ね、悪いみたいな、結果出せばいいやろみたいな、それに憧れて普通の一般のファンの子が遅刻して何が悪いとかいうのは違うんですよ。あれはヒカルさんだから許されてるのであってみたいな。圧倒的な結果出ちゃいますからね。うん、なんか丸一日とか撮影した後に家帰ったら普通にツイキャスとかやってるから、えぇみたいな、マジみたいな、もう丸一日じゃないと喋り続けてまだ喋るのみたいな。でその後ツイキャス4時間とかなんかやってる時とかあるから、積んでるエンジンがちょっと違いますよね。うん、本当にこっちがびっくりします。なんか尊敬はもちろんのこと、尊敬を通り越しすぎて、はい、もうびっくり人間みたいな。なんなんすかね。ルチにもらったんだ。次とこ。ルチルですね。ルチルもらって彼氏できました。おお、すごい。ルチル。ルチルの親がオーディション開いてくれたからなんですよ。ルチルってよりは。でもそれこそ今日あのピスト6の生配信聞きますもんね。そう、ピスト最近、そうピストも最近ヒカルさんがねよく一緒にやらせてもらえてるからありがたいですね。ヒカルさんのタンプレはまだ今年渡してないんですけど、何にすればいいかずっと悩んでます。毎年渡してるんですか。なんか渡してるんですけど、もう物いらないみたいな感じだから、まあ、あげるもんちょっと困りますよね。うん、なんか何年か前まではハイブラとかあげてて、はい、ちょっと前ぐらいからなんかてんちむちゃんと、もう多分物をあげてもいらないよねって言われて、なんかご飯作ってあげようとか、はい、なんかそういうのとか教えたんですけれども、はい、で去年とかポケカにハマってたから、分かりやすくポケカプレゼントってことができたんですけど、今年どうしよう。多分プレゼント渡すの結構難しい人っすよね。難しい、もうもらいすぎてるし、はい、物欲も本人ないと言ってるし、まああったとしてももう絶対自分で買うっていう人だから、はい、マジで多分ルチルの宣伝してくれた方が嬉しいって言いそう。本当なんかでハイブラもらうよりも今日、ピストで当たった時に、はい、ストーリーズにルチルつけながらピスト最高ってやればめちゃくちゃ喜びます。確かに確かにそれはもう絶対喜びますね。いやとりあえず当てなきゃピスト、うん、はい、はい、ヒカルさんのいいところ今思いついた。ノンタイトルのシーズン1とかシーズン2とかの人のその後とかも意外とヒカルさんめっちゃ知ってません？見てますよね。うん、その後なんか何してるかとか結構見てて、それこそ足立くんの付き合う前とかに、はい、彼氏オーディション出た子のその後のこととかも結構知ってて、その後をちゃんと見てあげてるって優しくないですか。優しいです。うん、じゃあヒカルさんの悪いところというか直した方がいいよっていうところもしあれば。ないですよないんですけど、ヒカルさんは1日撮影するときとかに車の中とかでちょっと仮眠取るわっていうタイミングがあるんですよ、はい、でそれは全然いいです、どうぞ仮眠取ってくださいっていう感じなんですけど、その移動中に仮眠取ってちょっと寝てて、はい、目的地着きましたってなって、さあ撮影しましょうってなった時に、道中のカットちょっと撮りたいなって言ってもう一回戻ってもらえるなんか3分の2ぐらい戻ってもう一回行ってこの道中を撮るっていうのが何回かあるんですよじゃあさ撮ってから寝てよで一番ひどかったのは、撮っていらんな枚数素材消してその後ね、なんかまあ、賢い人だからその、はい、自分の脳で組み立てた時に、うん、あやっぱこのシャネルのシーンいらないわと思って、はい、撮った瞬間に枚数その素材消しといてかとか言ってすぐ消されたことありましたね。編集者にとって優しいっすね。そう、編集さんにめっちゃ優しいけど、なんかあの私からすると目の前でもうお前今撮れたかなかったからねみたいな言われてる感じじゃないですか。え、今ダメだったんだみたいなっていうのがもう、いやヒカルさんってやっぱヒカルさんだなって思うポイントですし、面白いしやめていただきたいっていう、もういろんな感情が入り乱れてますね。あのたまにだから全然いいんですけど、ただもう私はもう何も言えないです今。うん、ヒカルさんすごい。もうでヒカルさんと今後なんかやりたいこととかってあるんですか。難しい質問。ヒカルさんとやりたいこと、恋愛リアリティショー。あとなんかノンタイトルでそういう恋愛リアリティショー作るのもありだよねみたいな。
ありですけどね。いいっすよね。便利やか。あと、その、彼氏オーディションヒカルさんがやってくれたんですけど、はい、その次に、さんまさんの彼女オーディションとかもするの、彼女オーディションシリーズするらしいんで、はい、それ一緒にやりたいです、私も。で、さんまさんの彼女オーディションは私もあの審査員として行くんで、その、彼氏彼女オーディション企画を一緒にやりたい。ちょっと言っときます、僕からも。はい。ありがとうございます。私ちょっと恋愛系好きすぎるんで、その、レンリアも好きだし。話しやすいですよね。うん。女性が特に。面白い。では、続きまして、月見バーガーを食べます。まだ食べてなかったです。やっぱこう1年に1回月見バーガーを食べることで季節の訪れを私はしっかり感じることができると言っても過言ではないです。私の月見も美味しいです。今年も美味しい。私もちゃんと美味しい。でもそう、はい、こてつにお子さんが生まれたということで、ありがとうございます。夏におめでとうございます。2人目がおめでとうございます。多分1人目も動画で言ってないですよね。1人目も言ってないと思います。いや、もう2児のパパですよ。やっぱその30を超えると皆さんママやパパになられる方が多いじゃないですか、はい、どうですか実際になってみて。いや、なんか僕は多分一般的な家庭とちょっと少し違うというか、うん、お家のことを全てお任せして、うん、投げ出して、うん、お仕事にお出かけしているんで、はい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 、多分エブリンチャンネルで真相を話すとすごい叩かれるタイプ系の男子なんで。あ、でもそれはでもなんか思うんですけど、でも家庭によってそれでお互い納得してるところもあるじゃないですか、はい、それはいいですけどね。全然でも徐々にやっぱり女性強くなりますね。あ、やっぱそうなんだ、はい、母は強しって言葉あるけどやっぱそうなんですね、はい、その私がまだ経験してないこといっぱい小鉄はしてるんですけど、その、はい、じゃあこれから30代で結婚したりとか出産する人にアドバイスするとしたら、はい、男性側から女性に対して、はい、ああでもやっぱり男性側との握りは早いうちになんかコントロール効かせるじゃないですけれども、うんうんうん、主導権を女性が握る方がうまくいくと思います。おお、それも間違いないと思います。それを男性が言うの強いですね、はい、僕はめちゃくちゃ抗ってるんですけど、はい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 、やっぱ女性の方は全体大変ですし、まあ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 、その物理的に産むのは女性っていうのがありますからね、はい、なるほどね。じゃあ主導権は握れと、はい、熱めっちゃで、もし自分が辛いこととかあれば、うん、義理の母に言えばめちゃくちゃ効きますだから義理の母と仲いいことが第一条件ですね。あ、そうですね。で、仲いいんですもんね、その奥さんと小鉄のお母さんですよね、はい、仲いい。言うこと聞かなかったら最初そのカード切られるんで、お母さんに言うよ、はい、おお、いい。でもいい関係値ですね。そうですね、うん、そのやっぱあのよくあるじゃないですか、嫁姑問題みたいな、はい、そういうのがないっていうのはやっぱでかいですね。そうですね、そいつに言うことを聞かせられる、うん、まあ、母親なり父親なり、うんうん、友人なり何かちょっとカードを一つ持っておくと、うん、交渉は楽になると思います。なるほど、第三者の確保ですね。第三者の確保主導権は早めに握れるように、まあ、逃げらなくてもいいけど、いつでも握れるよっていう状況にしておくことと、はい、第三者の確保、はい、仲介役ね。絶対いいと思います。なるほど、これが秘訣ですね。秘訣です。でも都内でワンオペ結構しんどいと思います。そうですよね。で、私そのたまにめいっ子 のお世話させてもらうんですけど、もうそれだけでももう1日2日とかで結構ヘトヘトですもん。もうめいっ子あれですよね、結構大きくなりました。5歳3歳です。ほんと普通にお話できてるのが不思議です。うーん、ちょっと前まではほんとなんか意思疎通難しいぐらいだって、なんかそのオリジナル言語みたいな喋るじゃないですか、はい、にゃんにゃんみたいな、ねえみたいな、そうなんだへえみたいな、なんかそのとりあえず合わせてるみたいな感じだったのが、今普通に日本語で会話できてるから、なんか子供の成長すごいってなります。はいですよね、うん、半年前とかに、はい、マンマンとかニャンニャンとか、なんかやっと覚えていろいろ喋り出すようになったなと思って、半年後とかになったら、あのさあエミちゃんみたいな、エミちゃんがエミちゃんなのみたいな、すっごいみたいな、目線も大きくなるし、そう、普段お姉ちゃんたち関西に住んでて自分は東京に住んでるから、その会えるのが半年に1回ぐらいなんですよ、大体お盆お正月ぐらいの。だからもうマジその会うたびに急に成長してるんでびっくりします。喋ったーって日本語でえなんか言ってきたみたいなとか、わかる言葉で、そうすごい。31歳ですが、もう間もなく10月、だから来月だ。え、来月じゃん。来月で31歳ですが、でもとりあえず31歳の誕生日は一人で過ごさなくて良さそうです。今のところ去年一人だったんで去年一人だったんで、もう今のところは後輩です、今のところは。ってそのそっか、まだ9月だから、はい、この1ヶ月で別れたとかがなければ祝ってもらえる。そうですね、うん、急に過去の足立くんの動画が全部非公開になったら、あれ何があったんだろうでもなんか今のところ全然、なんですか、旗から見てる限りすごい
すごい幸せそうなんで、いやでも奇跡ですね。それもうマジで相性が良かったというか、たまたまみたいな感じだったから、うん、なんかこんなに言っちゃすごい失礼ですけど、エミリンに合わせれる男性で結構少ない。いや本当です本当にそうです。だからそもそもまずこのなんか YouTube スタイルを理解してくれるとかから女 YouTuber って難しいので、それを全部見た上でのちゃんと好きって思ってくれてるっていうのがマジだ、ありがとうございますって、もうもう足立くんありがとうって感じですね。そこに関してはもう本当に足立くんも親にエミリンを紹介するとき楽っすよね。動画見せればいいんだ確かに確かにそうですね。研修ビデオみたいな感じ、はい、じゃあまずはこちらをご覧くださいやつできますもんね。大放題開放だ今日はマック食べますなんかダイジェスト編みたいなの流して、以上がエミリンチャンネルとなりますでは本年にご登場いただきましょう簡単ですよ。簡単ですね、うん、1時間とかで多分大体分かっちゃいますね、はい、そんな感じで、はい、じゃあ今日は最後締めくくりに、最後ヒカルさんに感謝の意味。あ、そうですね、はい、ヒカルさん、この度は本当にありがとうございます。私は馬刺しもすごい好きですし、リザートビューティーもよく使わせていただいてます。そしてサブスクのなんかメンバーシップ動画とかもね見てます。嘘でしょリザードはごめんなさい、嘘です。サブスク入ってません。なぜならヒカルさんがくれるからです。はい、そういう優しい心を持ったヒカルさんに幸せになってほしいですし、ヒカルさんが今この動画を見ているということは、この動画が投稿されていると思うので、ヒカルさんも私の動画の再生数にも貢献してくださったということです。それに対してもありがとうございますあと何かありますか。あ、じゃあヒカルさん、多分ヒカルさん見てると思うんで、さすがにヒカルさんタイトル入れてるから、なんかエミリンが変なのあげとうわみたいな感じで見てると思うんで、何を宣伝してほしいか、そして誕生日プレゼントが何欲しいか、コメント欄で教えてくださいヒカルさん、コメント欄で教えてください。コメント欄で会話しましょう。どう、この動画を見た上で のヒカルさんのコメントも聞きたいし、なんかいろいろあると思うんで、ヒカルさんもそれはコメントで見ましょう。絶対ヒカルさんコメントしたけどダメなやつだ私知ってるもん、ヒカルさんがめっちゃ YouTube 見てること。最後まで見るかな、見ないかな。じゃあヒカルさんのファンの方、ちょっとヒカルさんに DM 送っといてもらっていいですかエミリンのコメントしてって最悪最悪、お待ちしてます。ヒカルさん以上です、この度は本当にありがとうございます。ヒカルさんも何か困ったことがあったらいつでも相談してください。助けになります。